じゃん。吹き矢風船割り、イエーイ。これは得意か、得意そう。ちなみにどこに向かって吹くの？風船を吹いてる人に向かって？あ、置いとくのか。よかった、犠牲者出るかと思った。昔やってた吹き矢、なんかあの社会科見学みたいなので小学校の時行って、その時やらせてもらった。でも一回だけど結構な精度を残して帰ってきた。自信ありますか？自信ある。むしろ自信しかない。じゃあ一回ワンチャンスで。 OK、お願いします。いきます。横通っていった。残念、クリアならず。もう一回ないなら大丈夫です